はい、おはようございます。おはようございます。久しぶりだね、このこのこの風景。そうなのよ、なかなかね、庭はね、うん、最近動画に出してませんでした。そうですね、はい、あのですね、まあ、はい、皆さんもご存知の通り、コロナウイルスの影響でございまして、我が家の巣ごもり、ぬりえさんバージョン、じゃん、今日もゆっくりガーデニングよ。そうだね。なんかさ、植えた時気がつかなかったんだけど、うん、何年もガーデニングやってるとさ、球根入ってるじゃん、うん、あれこんなところにこんな高いものがみたいな、なんか鬱蒼としてますここに、あ、こんな、こんな大きくなる球根いたんだって感じだよね。これ公開してたっけ、お庭。わかんない、忘れてる。したとしたら2年前、3年前で、この 2、3年はやってないかね。2年ぐらいはやってないと思います。そうなの、兄はね、こんな感じになりましたと、うん、はい、というわけで、はい、のりえさんの庭紹介、はい、どうぞ、うん、まずですね、こちら、うん、これね、毎月っていうか毎シーズンごとにいろいろとやってるんですけど、今回はパンジー、ビオラ、うん、こちらやっております。リースって言うんだっけ、そういうの。そう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 、最初はボタンとか、なんか夏だったから夏の花だったんだけど、今シーズンやっぱりこういう色にしてみました。なるほど。なんかさ、すごい久しぶりだ、緊張するんだけど、うん、こちらね、パンジー、これも変わった色ですよね。あとこれはお正月の、しかも去年じゃない、今年じゃなくて去年の苗、ね、うん、2シーズン目です。じゃん、長く持つね。長く持つねっていうか、長くなったねだよね、うん、こんぐらいで可愛いんだけどね、うん、で、これニラ花、かなり増えますね。ニラ花、あのニラ見た、ね、ここのほら、関係あるんだ、葉っぱがニラっぽいじゃん。なるほどね。ね、うん、オレガノ、これは食べれもします。これは多年草っていうか、毎年宿根草なんで咲くんですけれど、すごい綺麗な鮮やかな白です。私これが好きなんですよ、くるくる回ってるとね。で、これオレガノ見て、浸食してるからどんどんこうやって切っていかないと、あっという間に飲み込まれますね。はい、こちらです。これですね、うん、ご近所さんからいただいたお花なんですけれど、うん、すごく可愛いんですよ。なんかやっぱり花を植える人ってどんどん増えていくじゃないですか、うん、だから交換光とかがよく行われて交換光近所でどんどんのね、お花が行き来しておりますね、確かに、これね、うん、今回すごい好きで買ってみました、うん、あ、割れちゃった、去年のリスが、そうそう、割れちゃった、本当だ。これもすごい綺麗なんですけど、ナメクジ、天敵ですよ、ナメクジで、ほら見て、ほんと綺麗なさ、これなんか咲いてるのにさ、これしかないから、うん、天敵だね、天敵、あとで捕獲します。これも先ほどのと一緒ですね、うん、鮮やかなピンク、そして色綺麗だね、隠れてるな、こちらですね基本的に食べ物いっぱいあるね。そう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 、うん、ケーキとか焼いた時にさ、うん、ちょっとしたところにミントが欲しいなと思って、うん、でもミントは自分にすると大変だから、うん、菊も元気だから、うん、まあ今はいいんだけど、夏とかになってくるとどんどん大きくなって倒れてくるから、うん、もうここら辺とかも抜いていかないとどん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 増えていくんでね、うん、これもしこれなんかいい匂いするなんだこのお花、どれだ、なんかすごい匂いしない、あれ春っぽいいい匂いがする、どれだろう、なんかずりずりのギザギザの葉っぱが、これもですね、うん、咲くとすごいピンクが可愛いんですよ、うん、鮮やかなのじゃなくてちょっと落ち着いたワインレッドっぽいちょっと変わった色のお花です。そしてじゃーん、うん、もうね、私この色大好き。紫は天気が悪い日とか曇った時にすごく発色がいいっていうか、すごい綺麗に見えるんですよね。はい、金魚草、これはですね、高さがあるから結構好き、うん、本当、確かに、ほら可愛いでしょ、ポコンと目立つよね、これはなんだろう、本当に金魚に見えるからかな、確かにね、可愛いよね、うん、でこれは名前わかんないんだけど、なんかシュシュみたいだね、そうそう、うん、やっぱ高さも欲しいからね。そしてそうか、高さって大切なんだね、この植物の、濃い注目すべきなのこちらです注目これこれ、うん、去年の涼一くんの母の日のプレゼント、母の日のカーネーション、そう、これ去年のカーネーション、そう、すごいでしょう、ね、多年草なんだね、そう、ポイントとして、うん、まだ元気なうちにさっさと受粉すること、何回もやってて今まで遮り終わってからやってたんだけど、うん、やっぱり元気なうちにやるとこのように見事に咲くこともある。カーネーション何年ぐらい咲くもんなの。いや、多分ずっと咲くんじゃないかな、どんどん増えてくる、周りにすごく大きくなってるお庭とか見ます、うん、これ可愛いよね、
これも近所からいただいたもので、うん、実はこのこれそうそうそうこれこうやって刺しとくとこうやってやっとくとそのうち出てくる。なんか指みたいだね。指でもね真っ赤にね紅葉するの。紅葉するのが面白いね。そして多肉植物こちらにも。そう意外と地味なんだけど好きなんだよね。このぷっくり感が可愛いよね。可愛いよね。うん。こっちもそうなの。そういろんな種類をもらったりとか買ったりちょっともらってるかな。これ多肉植物かわからないですけれどキングですよね。大きいもん手のひらサイズぐらいで。あこれそうなんだ。いただいたんだけどどうやって増えるのかなと思ってはいますが、ここにあるからこれはポチってやってやれば増えるのかわからないけれど、あそれまた植えたらまたどんどん増えていく感じ。どうなんだろうね。今度研究してみたいと思います。ここにウサギがいまして。そうですよ万人ですよ万人。こっちにフクロウがおりましてそしてこちらで松と縁起物ですからね。ここがなんかちょっと和風っぽい感じなんだけど、それがね近所の人が植物好きだからといって盆栽用の松いただきました、うん、で植えたらこうだった。だから形盆栽なんだよ多分。すごいもう良一が生まれる前からにいただいてるから。要するにもうリミッター解除された盆栽ね。そうそうそう。これからでかくなるぞ。いやいや切ってる方でしょ。ちゃんと剪定してるんですよほら、うんね、これまた私ね大好きなこのピンクのボケ。こっちか。あボケボケボケがね、うん、これピンク、うん、何種類かあってあそこに赤もう終わっちゃってるんだけどすごい綺麗な鮮やかな赤で、うん、赤っていう終了だね。で向こう側の車の方に実は白っぽいのもあって、うん、多分5本ぐらいあるかな。でも私このピンクが好きです。一押しです。ほらいっぱいあるね。うんこちらぐるっと回りましてぐるっと回りまして、はいこちらクリスマスロース、うん、私ね一番好きな色はこれですね。この中に点々があって本当は真っ白なんだけど時間が経っていくとちょっと黄緑っぽくなって今黄緑なんだけど、うん、真っ白の時も可愛いです。いろんな形があってこれとこれが白があこれだこの色ですよ私が好きな。それとこちらにもあります。また全然色違うね。色違う何種類もあります。ここら辺が一番若いのは花密集地帯だね。密集密集言わない。ぎゅうぎゅうです。違うだからこれは計算外なんだって。あ植えた後に球根とかで後から出てくるのね。私としては高さはここら辺にやってこう段々にする予定だったのでこっちがゴンって出ちゃったから後ろのがさどっか行っちゃってもうで、ね、あのいつも思うんだけど、うん、やっぱ花って、はい、あのそうかあのプランターとかだと、うん、もう計算通りいくけどだから一回ひっくり返すからね。直植えにすると忘れちゃうんだよね種とか球根とか。なるほどね。で、うん、年々、ね、場所がなくなっていくの。あこれかわいいとか思うと種、まあ、宿根草っていうのを毎年咲くやつで、うん、まだいるみたいな感じになってだからさこのビオラとかパンジーがあるところだけが入れ替えられるっていうのが正直なところです。容量が決まってるから結構悩むっていうのは収納みたいなもんだね。なのに、うん、去年とかこれ買ってきてねこれはピン、うん、真っピンクの綺麗な花が咲くんだけれど、うん、買ってきちゃったりとかしてあ、ま、敷地がなくなっていく。こう埋め立て地がどんどんこうビル建っていくような感じで限られてるんだけれどね。もう一つのゲームだね。ゲームです。私が勝てるかどうか。皆さんこちら覚えていますか。カラスが鳴ってますけど、うん、鳴いてますけどこれですねだいぶちっちゃかったんですけれども見てください。ここまで背が伸びました。昔出てたんだっけ。前昔結構庭自分の姉妹リスの方で庭のチャンネルやってたんだけど、うん、最初こんぐらいで可愛いんだよね、うん、ぐん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 伸びてってここまでなってきました。でっかいね。最初ね手入れはやり方わからなかったから、うん、そのままにしてたんだけどもそっとしたから向いていいんだよってどん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 向いて形は整えてます。これどこら辺まででかくなるの。相当でかくなる。あのねお散歩してて2階まで届いてる見たことがあるからこれは今後どうなるか注目だね。伐採してまた新しいジュニアを入れようかなと思います。この他クリスマスロードがいっぱい。そう見てほらこれはさっきと違うのが、うん、ここはとんがってるでしょさっき丸でしょ、うん、これもまたこれここでしょこれはこれはこうでしょ。あのね、もうちょっと早く撮影すれば
色が完璧に分かったね。これも紫で異世界だね。全然違いが分かんないけど、やっぱ全然違うね、顔がっていう話を、うん、これなんかパカッて開いてるじゃん、うん、どれかな、新しいの。みんな緑になっていくからね。こんな感じですかね。あ、そうそうそう、クリスマスローズで最近分かったこと、うんうん、まず色とかはそうなんだけど、花びらがうちのこうやって何重にもなってないけど、ボタンっぽくてブワーってあるのもあるし、中に点々があるかないかとか、もう花びらの形とか、もうね本当に、あと葉っぱの色とか、かなり奥が深いそうです。最後に皆さんにお見せしたいのは、最近私の新しい開拓地。開拓地？これ何それ。友達からちっちゃい多肉植物いっぱいいただいて植えてみました。ほら全部違うんだよ。本当。サボテン向いて、この子たちが無事開拓民としてここに根付くかどうか、もうね楽しみにしています。これから楽しみだね。そうそうそう、これも可愛いし、これグワッて増えたら彼らは移住する予定なんですけど、とりあえず根付くまでこちらにいてもらおうかと思っております。我が家の庭は今このように密集しておりますが、この子たちに負けないように私を日々開拓していきたいと思います。なんかね、やっぱり夏の花とかも植えたいんでね、もう一回計画を練り直して、さらにこれよりバージョンアップさせていきたいと思います。そう、これからだもんね。そうだよ、これから花の季節でございます。はい、というわけで、はい、シマイディスさんの巣ごもりレポートでございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。